うちの琴目の彼氏は見事な結婚詐欺をやらかしてくれましたよ。私は義実家に同居しており、義両親足す旦那と私足す琴目で暮らしている。琴目は、私より2歳上のほんわかした人で、優しくて人柄がいい。琴目は、何度か、彼氏を義実家に連れてきていて、私とも面識があるんだけど、とにかく、印象の良い男性だった。確か年齢は、琴目より8歳ほど上。交際1年半で、彼氏との同棲が決まり、琴目は、義実家を出ていくことに。琴目が言うには、彼氏実家は、都内にある普通の2階建ての一軒家で、彼氏両親とも、すでに何度か会っているとのこと。同棲して1年経った頃に、琴目が泣きながら電話をかけてきた。仕事から帰ってきたら、琴目のもの一式が彼氏実家に運び出されており、彼氏からは、仕事を辞めて農業を手伝え、彼氏父の介護をしろ、と言われたらしい。彼氏実家は、どう考えても農家ではなかったし、彼氏父は介護するような状態ではなかったはず。混乱と恐怖で同棲アパートを飛び出してこちらに向かう途中だった。義父は激怒。男では多い方が良いと旦那も連れて彼氏実家2階建ての一軒家に嫁。そこにいた男女は彼氏両親ではありませんでした。完全なカモフラージュというか、彼氏が農家だということを隠すために親戚とやらを両親に仕立て上げる吉っぷり。本当は籍を入れてからネタバラシして、バツイチは世間体が、と脅して農業をやらせる予定だったそうだ。さっさと同居を解消して、琴目の祖父母宅に逃がしたら、彼氏母が彼氏を連れて、義実家に怒鳴り込み。その時の彼氏と彼氏母のたわごとがこちら。大雑把に簡略してあります。彼氏母、息子をたぶらかしたのか、知りがるすぎる、都会で働くよりも農業に勤しんだ方が女の幸せだ。もう息子とはちぎり、おそらく性交渉を交わしたんでしょ？純潔じゃなくなったわけだし、これを逃したら、もう引き取り先がないよ。彼氏、ゴムに穴開けたし逃げらんねえぞ。もう、私と義母はガクブル。旦那と義父は、彼氏母子と大激怒で言い合いをしていた。旦那が、親戚に、議員や弁護士がいるからと嘘をついたことによって、彼氏母子はあっさり引いた。はじめからこう言えばよかったと旦那。その後、何よりも恐れたのが、琴目の妊娠の可能性だったが、妊娠はしてなかった。よかった。さらに、その後、彼氏母が、琴目のお腹にいる子供だけでもと手紙をよこしてきたが、破棄。琴目は、しばらく、恐怖で義実家に寄りつかず、さらに一人でいるのも恐怖で、長い間祖父母宅にいたんだけど、5年ほど前に結婚した。今は、幸せ絶頂で、当時のことは、笑い話として話せるほどに、ぜひとも2チャンネルに書き込んでほしいと言われたので10日。ちなみに、彼氏は、くも膜下出血で死んだ模様。カモフラージュした親戚が、恨み事の手紙をよこしてきたよわら。彼氏母が手紙を書かないということは、彼氏母も死んだかも。